ちは。だからあ、その前に見てんだみたいな。どこ見てました？どこも見てんだよ。お前何をお前アピールしてんだよ。お前バカじゃないのお前。チャンネル登録、はい、よろしくねですよ。そうですね。そうですよ。チャンネル登録を、まあ、だいたい最後にやるんだけどね。いや、ここの番組はね、うん、あの冒頭に言っとかないと。そうなんですよ。離脱しちゃうからね。そうです、そうです、はい、そうなんですよ。はい、で、なんだこらというのは、はい、その暑さは昨日の試合ですね。あ、オリックスか。そうです、ね。まあ、一塁のコーチでもある田口コーチが、はい、まあ、審判団に詰め寄るというか、ちょっとちょっとっていう風な。田口は冷静な男でね、あんまりカッカカッカ来る男ではないんだけど、はい、まあ、珍しく怒ったね。そういうこともやっぱりあ る,、ね、あるんですよね。まあ、状況としてはあれ、楽天との同点で迎えた2対2、はい、7回ワンアウト2塁1塁のチャンスでバッターボックスは中川選手だった、はい、で、ライトに打球が飛んでいって、で配送してね。そうです。で、あ、抜けるんじゃないかと、頭上を越えるんじゃないかとなったところ、小郷選手がナイスキャッチをしたと。ってなると、やっぱり2塁1塁にいた走者はもう走ってたんで、慌ててな。そうです。でね、戻らなきゃいけない、一目散に一目散、もう逃げ足をね、そう、もう急いで戻らなきゃいけないけれども、はい、そもそもの一塁走者だった栗林選手が二塁をオーバーランというか、はい、もう、まあ、ベースを踏んでね、はい、踏んで、はい、サードへ向かう途中のところを引き返したので、はい、これをまた一塁に戻るには二塁ベースを踏んでから、はい、まあ、ファーストベースに戻らなきゃいけない、はい、そこを踏んでないんじゃないかっていうふうに楽天側がリクエストをかけました。実際その画像というのはちょっと分からないんだよ、分からないんだよ、動画が。まあ、ちょっと前にね、はい、ジャイアンツの重信がやっぱ同じようなことしてアウトになったんだけど、はい、だからベースをこう、これはセカンドベースだとして、はい、こう踏んで大バナーしてたら、まあ、踏み直して戻らないと、こう踏んでこのまま三角ベースじゃないんだから、はい、戻っちゃうとダメだっていうことなんだよね。そうなんですね、はい、でこれリクエストした結果、はい、判定はこれは二塁を踏まずに戻ったということで、はい、結局はダブルプレーが成立して3アウト、そうだ、ね、というふうになってしまった。で、はい、その判定に対して、まあ、一塁コーチャーの田口さんが審判団に確信があったんだと思う。踏んだという、やっぱね、コーチャーの、見るところって、はい、やっぱベースを踏んでるか踏んでないかとか、うん、まあ、いろんなことを一塁コーチャーだったらね、絶対確認してるはずなんだよ。だから、あの田口がそこまで怒るっていうのはやっぱ確信があったんだろうね。映像ではわからないけど、はい、映像で何回もリプレイとか、うん、いろんな角度からのリプレイとかあったんだけど、紅林のそのオーバーランしてることすらちょっとわからないような映像だったから、うん、そうなんです。ただそんなことよりも大事なことは、はい、やっぱそうやって熱く戦ってるっていうことだよね、あ、俺が思うのは、はい、だからそれはやっぱ中島監督としてはやっぱすごい頼もしいコーチに移ったと思うよ。それは抗議っていうのは一回下された抗議とかね、そういうのあの判定というのは覆らないかもわからないけども、でも一応やっぱこう主張としてやっぱやっていく熱さっていうのはこれは選手にも伝わるし、ファンに対しても伝わるよね。そうですね。それとその抗議によって何が生まれるかというと、一体感が生まれる可能性があるというチームに、はい、みたいな、よしやってやろうじゃないかみたいな、なそういうことなんだよね。やっぱこう戦いってさ、やっぱこうチームの持つ勢い、個人では勝てないもんだから、まあ佐々木朗希みたいに完全試合13連続奪三振、こういうのがあったら個人でも勝てるかもわからないけど、でも言えば点を取ってくれないと絶対勝てないということだし、だからそのやっぱこう熱さなんだよね。みんなで戦うという、うん、コーチも監督ももう球団も言えば含めてね、うん、でまあ言えば大きく言えばファンも含めてという意味でね、はい、あのみんなで熱く戦っていく、この熱さがすごく見ていて頼もしかったというかさ、はい、あ、羨ましかったというか、うん、やっぱああいう一つのプレーで熱くなれるっていうさ、そういうところがやっぱ勝負をやってて素敵だなっていうようなことを感じたんだよね。まあ、結果昨日オリックス勝ちましたし、でもそういうのがあったから、うん、まあこじつけかもわからないけども、うん、はい、やっぱ茶野がねセンター前に打って、まあ、勝負を決めたというね。あとあのその前の広岡の走塁、はい、あれも普通帰ってこれないよ。例えばセカンドがジャンプしてギリギリ超えてるんだよ、はい、それを確認した上で帰ってきてるんだから、そう
ですね。あの激走は俺感動した。ああ、じゃあ昨日感動するシーンがオリックスを、いやだからあれがやっぱオリックスを支えてる強さなのかなっていうのは再確認したね。ただ他の球団でね、その熱さがない。バッター一人に対しても熱さを感じない。例えばストライクボール判定に文句言っちゃいけないっていう通達はあるにしても、確認しろよって審判のところにね、うん、ちょっと今のはっていう感じで、もうね、低いとか、うん、高いとか、はい、まあ、いろいろあるのよ。よくみんなスッと帰ってくるなと思ってさ。あれなんですか、その審判の印象もやっぱり悪くしたくないっていうところもあるんですか。いや、まあそういう通達が出てるんだと思うよ。抗議権っていうのは確かにこの監督しかないんだよね、はい、だから監督しか審判とは喋れないんだよ。極端な話言えばね、まあ文句は言ってもしょうがないけど、やっぱ熱さが伝わらないんだよね、うん、その1打席目にかけてんだみたいな、はい、そういう熱さが伝わってこないというかさ、うん、そういうのがもっともっとあってもいいのになっていう。それは選手側もっていうことなんですね、うん、だからその1球1打、うん、そういうのにこう熱をかけてたら熱くなるのはちょっと当然だと思うんだけどね、うん、だけどその熱さがちょっと薄れてるのかなっていうのと、やっぱ選手をかばうための抗議、はい、まあ、そういうのもしてほしいなって、まあ、例えばその近藤がね、はい、完全なボールだったと思うんだけど、あのソフトバンクですね、まあ、ね、はい、ボールって言われて、はい、あ、ストライクって言われて、もう完全に近藤はもうこうやって外してそうそうそう、いや、それはやっぱ出てきてやっぱ抗議をするとか、はい、そういうのはやっぱこう必要かなと思うよね、うん、そうですね、覆らないって分かっていてもそこでやっぱり士気を高めたりとか、うん、それがやっぱ演出でもあるんだよね、うん、で監督の演出ってさ、これはやっぱこうなんで勝負に対して熱くなってるかなってないかっていう演出っていうのはすごく大切で、はい、なんでだよみたいな、うん、どういうことなんだよっていうのは俺はやってもいいと思うんだよね、はい、だからそういう演出が今すごく減ってて、見てて淡白にゲームが進んでいくっていうのがちょっと歯がいい感じがする。そうですね、うん、だから、まあ、別に昔と比較するわけではないですけど、例えば星野さんだったらもうベンチ飛び出していって審判のところに行って、うん、今のはっていうのもあったりとか、あとブラウン監督の時とかはベースをねもう取っていこうと、うん、それが T シャツに乗ってなそうそうそうで儲けにつながったみたいな、まあ、そういうのがあるんだけど、いや、 やっぱりね、ベンチから見てて確かにコースっていうのは分からないよ、はい、でも高さっていうのは分かるからさ、うん、一言いや今のはって、例えば近藤の選球眼を信じるんであれば、はい、やっぱこう助け舟を出すとかね、うん、そういうことっていうのはすごく必要かなっていうふうに思うけどね。豊さんが、まあ、現役当時も、まあ、選手側で例えばああいう判定が出た時とかにコーチだったり監督が例えばちょっと抗議しに行ってくれると選手側の気持ちってどうなんですか。いや、 やっぱ助けられたような救われたような気がするよね。だからお笑いの人がお笑うネタを言ってんのに笑ってくれない、なんか一人ぼっちだよみたいな寂しいよな、はい、だからまあそういう、こう一人ぼっちにさせないというかさ、やっぱりみんなで戦ってる、守ってお前たちは絶対守ってるからっていう姿勢をもう少し田口みたいに出してくれると、はい、やっぱ紅林は救われてると思うよ。一番本人が分かってると思うけどね、まあ、そうですよね、どうなったか部分は、うん、まあ、だけどいずれにしてもああいう暑さで抗議をしてくれる、はい、そういうのがいる。それに割ってスパッと中島監督が入ってくれる、で田口を守ってくれる、はい、もうこのつながりがやっぱチームを強くするというかさ、だからやっぱり強いんですね。 だからそのやっぱこう厚さっていうのはさ、やっぱすごく大切だよ、勝負に関して言えば。それでその厚さの中にも冷静さを持ってなきゃいけないんだけど、やっぱ演出も大切だよな、うん、例えばリクエストするにしても、ただこうじゃなくてちゃんと審判のとこ行って、はい、何を見てんだって、リクエストだって やってきてって、はい、こういうなんかね、演出も含めてやっぱこう勝負事だと思うんだよね、うん、やっぱ士気を高めるために。だからそういうことがすごく減ってるのが嫌だな。やっぱり最近の例えば監督でもたまにそういうのを見ていて感じることもあったりもしますか。やっぱりめちゃくちゃ感じるよねさっきはね、ちょっとソフトバンクの例が出たのであれだったですけど、やっぱそうなんですね。やっぱ、まあ、例えば特に連敗中とかね、そういう時はこう手をこまねいてるんじゃなくて、やっぱこういう時にどういう演出をして、チームを鼓舞するとか、そういうことってすごく大事だと思うんだよ。
ね、うん、だからその一人のスーパースターそれで勝とうなんてもってのほかだし、はい、でピッチャーが完封したら負けないよって、うん、そんなことはさ期待したってしょうがないし、はい、勝たすためにはやっぱみんなの勢いが必要なんだよね、うんうん、で連勝してるチームっていや勢いがありますねってどんな解説者も使う、うん、どんなファンが見てても、はい、うわ勢いあるなってその勢いを出させるのはやっぱ演出とかやっぱ言葉だからそういうのを巧みに使ってほしいなと思うね。そうですよね。いやだからどうしてこのプレーであれリクエスト監督いかないんだっていうプレーもあったりとかめちゃくちゃあるよね、まあ、めちゃくちゃではないけど、はい、ある程度選手がこうやって言って、うん、選手より先に出るよみたいなありますね。あと、うん、選手が、まあ、そういう決め事をしてるんだと思うよ。あ、選手がね、リクエストで欲しい時は、ね、アピールやれと、うん、そしたらやってあげると、うん、いやその前にバーンと出て、うん、なんだよお前たちはみたいな、うん、やっぱ戦いっていうのはそういうことだと思うけどね、うん、俺はそうですよね。冷静に淡々と戦っててもさ、うん、やっぱファンを楽しませるっていうのは、うん、やっぱ一つの演出でもあるしね、うん、演出が必要だし、だからその例えばチアガール、はい、チアガールだっけ、そうですチアですね、チアが、はい、まあいろんなイベントやってるよ、はい、いやあんなことよりも、うん、やっぱ勝負に対して飲んでよほらあんなことって言うと一応ほらチアの皆さんも頑張ったりとか一応ほらそれ目当て、いや頑張ってるのはいいけど、うん、トータル的に言えば頑張ってると思うよいや俺はキツネダンスも好きだしあ好きですか、ジンギスカンも好きだし、いや好きなんだよ、はい、でもやっぱそれがあんまり長いとさ、あまあねそうなんですよ、うん、で毎度毎度出てくるってねうわーっと出てきて、いやリクエストって言ったらボーっと引っ込んでいやいやまだ早いからみたいな、まあ、そういう滑稽な姿も可愛いけどね、はい、まあまあやってもいいけどさ、うん、いや それを見てるんじゃなくてやっぱそれも演出でしょ、はい、チアも、うん、やっぱプレイヤーたちもやっぱそういうお客さんも巻き込んでの演出が必要だということで、うんうん、そうですね、うんうん、でも演出ってわざとやるんじゃなくて、ね、やっぱそのものにかけてる、野球にかけてる、一球にかけてる、一打席にかけてるんだったらその熱さは伝わってこないとおかしいんだよ、はい、だからそのかけてる熱量っていうのがまだまだ少ないのかなって思うんだよね。俺はここまでやってこの1打席1球にっていう、まあそういう時代じゃないのかな。でも勝負事って俺は時代はそんなに関係ないと思うけどね。だやりすぎると負けた審判に目つけられるとか、目つけられるっていいじゃない。だって彼らは正当なジャッジをするために、うん、公平にジャッジをするためにいるんだからさ、はい、だからそれは目をつけられようがつけまえようが関係ないことで、うん、逆に文句言ってる方がこいつめんどくさいからボールにしとこうかみたいな逆に作用する可能性もあるじゃん。本当豊かさの時代とか昔ってありましたよね、審判にめちゃくちゃあった今の差っていうのめちゃくちゃあった。もう完全もう今でも覚えてるけど、はい、インサイドのボールストライクに取られて、はい、それまでシーズンからそこまで三振してなかったんだよ、はい、あなたが一番最初に俺のこと三振取ったって俺は選球眼には絶対の自信があるって、うん、ここだけは間違いない自信があった。なんでストライクなんだって、いやベースをかすってるってそこまで言うんかって、かすってるかって、絶対かすってないからって、あの試合のやり取りの中で言ってたんですか、うん、今度はしっかり見てくれって。やっぱ今の時代そういうのが流行らないのかもわからないけどもね、まあだけどその仕事って熱量がどのぐらいかけるかによってその執念が決まってくるということだよね、うん、いますよね。だから選手たちもそのコーチとか監督が自分のワンプレーのためにそうやって抗議しているっていうのを見るとやっぱりその自分のためだけじゃなくて、あこのチームを勝たせたい、この監督このコーチのためにも自分もじゃあ頑張りたいっていうその意欲が湧いてきますよね。まあそうだね、うん、だからまあそういうやっぱ勝負に対する熱さというのがね、はい、やっぱすごく大切だね。そうですね、なんかそれを感じた昨日の試合だったな、試合でしたね、はい、はい。